誰もが思った。ガオランがボクシングを見限った。いや、これはムエタイ。いな、ガオランが使っているのはムエタイではない。重要度は極めて低い。理由としては、ムエタイの試合ではパンチがほとんどポイントにならないこと、また首相撲の発達によりパンチ主体のスタイルが不利になったことなどが挙げられる。それゆえに肘打ち、膝蹴り、回し蹴りが重用され、パンチを多用する選手はほとんどいない。足はあくまでサブウェポン。ガオランの戦術は5歳の時、先代ラルマー12世に才を見出され、以来20年ムエタイの修練を重ねた。比類なき才能と比類なき努力の結果、ガオランは史上最強のナックモエ、タイの闘神と称えられた。だがガオランは気づいていた。ムエタイの弱点、それはパンチの軽視。ムエタイという競技の中ならこのままで問題ない。だが実戦の場ではどうだ。俺は陛下の剣、敗北は決して許されない。そしてガオランはボクサーへと転向する。弱点を克服するために、ムエタイとボクシング、2つの打撃系格闘技を極めたガオランは打撃のスペシャリスト。ムエタイの動きを踏襲しつつ手技のコンビネーションを対応する。ヘビー級の中では小兵のガオランが編み出した最も己を活かせる戦法、言うなれば打の極み。ガオランは全ストライカーの頂点に立つ男だ。それがどうした。貴様がどれだけ強かろうが適応して超越してやる。それが滅道の牙だ。もういいだと。貴様何を言っている。貴様はその程度の男ではないはずだ。一度のつまずきがなんだ、貴様は何度でも立ち上がれる男だろう。答えろ、サンパリー。うっ、よし、フラッシュはもう見切った。ガオラン、お前めちゃくちゃ強くなってるじゃないか。やっぱりね、一回戦は本気じゃなかったと。許せよ、決して手を抜いていたわけではない。俺はいつも本気だった。勝負の範疇は、ここから先は生殺の領域だ。動脈を狙った。浅いか。この差は明白だった。やはり打撃戦ではガワに詰めある。ガードで精一杯。いや、ガードさせていい。手足をぶっ壊す気だ。ムエタイとボクシング最強の男の打撃を受け続けてきたぞ。いつ壊れてもおかしくねえよ。ガオランにとって絶好の好機、そしてカノーにとっても筋肉を引き締めてダメージを軽減させた。私はあの技を知っている。あの技は王幕の笛と同じ、桐生刹那に続いて牙までが王幕と同じ技を。ただの偶然なんだ。あかん、物に入った。ガオランさん、今度はガオランが返した。ほら、アギトの打撃を物に食らったんやぞ。なんで立ったんだよ。牙の笛をもってしてもガオランの打撃を無効化させることはかなわない。蓄積されたダメージはアギトの打撃力を大幅に低下させていた。だがガオランも万全とはかけ離れた状態。上打ちでもらった左顎への一撃は抵抗感覚に深刻なダメージをもたらしていた。最後の攻防が始まった。
即座に切り替える兄貴が1回戦で対峙した大久保直哉の戦法である。加納はすでに戦法を己のものとしていた。打撃で凌駕すること最後まで叶わなかった。勝負あり、勝者加納ハゲート。強敵だったぞ、過去の誰より。あれが滅度の際かよ。ったくよ、あんなのと戦わなくてもならないなんて。騙し討ちフェイクを駆使して白氷の勝利、負傷した男を相手取ってあのような。私は滅道の牙を名乗る資格があるのか。不運というほかない。あの瞬間ガオラン・ウォンサワットの右の拳は砕けた、砕けたはずだった。負傷など言いに返さぬように猛攻は止まらなかった。恐怖を見た。私は奴を恐れたのか。私は葛藤？そうよ、つわものゆえの葛藤ですじゃ。今日まではギトは圧倒的な実力のみで勝利を重ねてきた。しかしガオラン・ウォンサワットを制するために駆け引きを用いざるを得なかった。あの子はそれを卑怯と考えておるのじゃろう。なるほど、圧倒的つわものゆえの傲慢よの。ほう、いい機会をもらったのアギト、じっくりと悩めばいいわい。それはそうと、ラルマー殿。よい、皆まで言うな。主の勝ちだ。金は宣告、振り込んでおいた。仕事が早いですの。まあ早いといえば、2回戦終了を祝して早めの慰労会などどうかの。うん、美しい女たちは揃っておろうな。宴じゃ宴じゃ。なんだかんだ仲がいい。大義であった。貴様は世が最も真を置く中心にして兄弟同然の存在。出来の悪い弟には兄が必要だ。必ず戻ってこい。末吉金田ん、俺は死んでいたな。ですね、決着からレフリーが止めるまで追撃する時間は十分だった。映像が残っている過去32試合のうち、今回の試合と同じくダメ押し可能な展開だったのは8試合、トーナメント1回戦を含めば9試合です。うち6試合、アギトはダメ押しの追撃を加えています。食らった6人のうち4人は死亡、残る2人も闘技者を引退しています。3分の1か。偶然か、あるいはあの男に思うところがあったのか。どちらでもいい、俺はまだ上を目指せる。まだ強くなる気。右手の感覚がない。叶わぬかもしれんな、ボクサーとしての復帰は。悔いはない、俺は戦い抜いたぞ。なあ友よ。すごすぎだぜガオラン、本当にすげえよ。ずいぶん差をつけられちまったな。しゃー、よし、ありがとうよガオラン。俺はもう迷わねえ、覚悟は決まったぜ。
2日後がトーナメント最終日。いよいよだな。間もなく全てが終わる。そうですか、山下昌司は棄権されるんですね。はい、大間さんはもう十分に戦いました。私は彼の命を優先します。リザーバー権も使われないと？ええ、闘技者の交代もしません。私がトーナメントを続ける理由ももうありませんので。大間さんと出会ってから数ヶ月、素晴らしい日々でした。私はもう十分以上のものを彼からもらいましたから。彼が納得してくれれば良いのですけどね。山下さんの決断ですから、他人が口を挟むことはできませんね。お大事に。ああ、うちは負けちまったしね。こうやってただ酒を煽るしかもう楽しみがないのさ。私のとこは私が甘かった。沢田に戦いの舞台を用意してやることもできなかったんだ。闇討ちとは災難だったね。まあそこも含めて絶命トーナメントなわけだけどさ。まったくだ、クソ。皆様、おくつろぎお楽しみいただけておりますでしょうか。トーナメント参加登録されております代表の皆様にご連絡いたします。明日以降のスケジュール変更など大切なお知らせがございます。これより本館大ホールにお集まりいただきますようお願い申し上げます。スケジュールの変更？片原会長、またなんか企んでんのか？あらあら、呼び出しなんて怪しいわね。ちょっと行ってくるから待っててね、レイ。穏やかじゃないな。ここへ来てバカなことやるやつがいるなんてね。これはどういうつもりだ、早見。くつろいでいるところに失礼した。ご足労感謝するよ。存分に楽しんだだろう。ああ、片原の茶番を。本気ということですか、早見社長。クーデターだと？貴様最初から計画していたのか。はめられたのか僕たちは。理事長、手荒な真似はしたくない。君たちは私の新たな絢爛会のメンバーとなる大事な同胞なのだから。大谷会長、吉武さん、痛い離して、みんなこいつ裏切り者よ。早見さん、あなたよくもこんな大それたことを。くれぐれも抵抗など考えないようにな。何のつもりかね。の早見くん。つもり？なめてもらっては困る。そのものズバリクーデターだ。これはこれは。早見会長、夜を盛り上げるための冗談なら良いのですが。そうですか、午前からはゲストに手荒な真似はするなと仰せつかっているのですが、やむを得ません。借りは返したぞ。